回までのあらすじ。ホラーゲームを克服するザ・ハウスその場にいるわけじゃないんだけど、想像力をかきたてて、うわっ、やだ、ね、待って、怖い、待って、やだ、本当にやだ、ねえ、ねえ、なに、なに。画面の前の皆さん、こんにちは、夏川椎名です。ストーリーズアントールドの第2話をやっていきたいと思います。前回は捨てられた家っていうねタイトルのものをやりまして、ちょっとね撮影がねだいぶ前になっちゃうんで、私ちょっとうろ覚えなんですけど、なんかこうね、なんつうの、自分が操作してると思ってた、なんかテレビの前でいろいろね TRPG みたいに指示を出してたら、その指示を出してたキャラクターが自分の目の前に現れたみたいなホラーでしたね。全然怖くなかったですけどそのストーリーズアントールドの第2話を今日はやっていきたいんですけど、どうなんだろうね、続きがわかるのかな。正直第1話だとストーリーの感じとかねちょっとふわっとしてて何残っちゃって感じだったんですけど、第2話、ある実験、一人の科学者が寂れたラボで奇妙な物体の実験を命じられる。ほうほうほう。ところが状況は徐々に不穏さを増していき。なるほど。今回は舞台が実験室みたいで、主人公が科学者らしいね。ってことは前回とはちょっと違う感じになってるのかな、わかんないですけど、とりあえずやっていこう。きたきた。あ、でもこの写真前回も出てきた気がする。あ、じゃあそんなに変わってない、一応続いてるのかな。でもそうだよね、第1話第2話ってなってるし、続いてるんじゃなかろうかと勝手に予想はしてみますが、なんかこんな機会もなかった、あったような気がするし、なかったっけ全然怖くないし、ストーリーズアントールド、よしよし。お、対象12192683、新しいセッションの記録。責任者はこの私、アレクサンダー博士だ。ウィリアムス博士が助手を務め、志願者のエイション君がラボにいる。あ、ラボにいるのはエイション君？私？実験チャンバーには墜落現場 B から回収した遺留物23号が入っている。現在は眠っており、何の活動兆候も示していない。エイション君、あ、やっぱ私、エイション君だ。実験の指示は手元の端末で段階ごとに与えられる。忠実に守ってほしい。不慣れな面もあるかもしれない。機器の操作や手順については、端末のマニュアルが参考になるはずだ。なんか難しいこと言ってる。え、機器を正しく調整すると、緑色のライトが点滅する。そしたら実験を始めてくれ。はあ、はあははあ。最後にもう一つ、実験に使わない機器の電源は全て切っておくように。それと調整が済むまで実験は開始できない。準備が良ければ始めよう。どうやら実験室にエイション君っていう人がいて、今話してたのはアレクサンダース博士だったかなっていう人が天の声でエイション君を助けてくれるみたいですね。多分アレクサンダー博士が指示をくれるのかな。で実験をやろうっていうことらしい。え、実験へ移動って何？あー、これさっき見たやつ。ほうほうほう、なんだ、なんかいろんな機械が、あ、なんかオープニングとかで見たような機械が多いね。こんなんあったよね。なるほどね。で、なんか墜落現場から回収した遺留物 B があるんでしょ？それに対して何か実験を行う的な話らしいけど、実験1、内部分析、対象 J1986MEM 面かな、は頑丈な外形部に外界覆われている。 X 線を照射し内部構造を判断せよ。ほうほうほう。これ1986ってさ、前回1話の時に大事な数字だったような気はしますけど、なんだろうね、なんかやっぱちょっと関係あるのかな、どうなんだろう。X 線を照射しなきゃいけないと。ほほ。マニュアルを開きましょうか。X 線は1番だ。じゃあ1
要の機器、カメラ、モニター、CC86X 線チャージャー。はい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 。ただ、この機器がそもそもどれなんっていうことなんで、機器配置図があるね。あー、はい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 。これ大事だね。ちょっと、メモるか。よいしょ。私ね、科学とか全くわからんのですが、真ん中にチャンバーっていうのがあって、カメラがその上にあると。モニターとかがあり、信号発生器。もうアンプ？アンプ。で、レーザー。なんか結構物騒なもんありますね、レーザーとか。こうやって実際にあるような器具なの？SF なの？シンクマスター。シンクマスターが緑色になったら、みたいなこと言ってたね。で、CC86 は X 線はここか。はいはいはい。で、ボール版？ボールって書いとこう。OK。多分これらをどうにか使って実験をしましょうっていうことらしい。じゃあ、X 線に戻るか。カメラとモニターは X 線モードにしてねと。それは右側に書いてあるのか。モニターは XR に、切り替えておけば X 線になるのかな。で、チャージャーがあると。はいはいはい。特に書いてないものに関してはあれかな？普通に電源入れてねってこと？カメラ。カメラの電源は？これでいいのかな？ついた？ついたっぽくない？で、CC86 はこれだね。これを、じゃあ、はい。おーおーおーおおで、モニターでしょ？モニターは、これかな？ここだ。この、黒白のやつに切り替えておくのかな？OK。で、ここ押す？押せない。これが、起動してないから？これでいいの？押しちゃダメだったとか？ん？あれ？ X 線？ん？あれ？どうしてだ？カメラをオンにする、モニターは X 線モードにした、チャージャーは、あれいいはずなんだけどな。X 線を照射するんだよね。そうか、モニターの電源ついてないのか、これ。あー、なるほど、これでいいんだ。はいはいはい。あーで、あー、オッケー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 。これでもういいよってこと？これ押すのかな？Okay. いいぞ、X 線が出ている。あー、よかったよかった。周囲の有機組織に損傷はなく、活動の兆候も見られない。モニターに映ってるこれ？これがなんか、なんとか B、異物 B みたいなやつ？はあ。とりあえずなんか特に問題はなかったねみたいな感じかな。実験に表面反応試験、対象にレーザーを当て反応を観察せよ。低出力の赤いレーザーから始めること。はい。なんかあれだね、前回と違って全然今んとこちょっと難しい操作が必要だけど怖くはないね。カメラ、モニターは RGB モードにして、ライトジェネレーター、ライトジェネレーターが、赤だっけ？赤から始めてねって言ってたよね。OK。ちょっと1に、違うの。1に、モニター出力モードが、R3 だから、この RGB っぽいマークのやつね。はい。で、
レーザーってあのアンプの下にあるやつでいいよね。の、赤から始めてだから 650nm 650ね。 OK、 カメラはついてる。モニターはこのままで、あれか、 RGB モードにしてねって言ってたからここだね。ちょっとよっ、こうか。うわ、なんだこれ。これか、例の遺留物 B。 な、心臓みたい。やだ、気持ち悪い。あーで、このレーザーをのやつを電源入れる。650nm。 あ、 OKOKOK。 では実験スタート。レーザーを当てるってない。ああ、当ててる。そうか、ここに入ってるってことね。ここにこれ入ってんだ。反応なし。出力上げよう。おうおうおお。大丈夫？なんか明らかにやばい心臓っぽくない？え、次は出力上げて緑色のレーザーを使用しましょう。緑色は 510nm。 OK。 じゃあここを510にすると、510。じゃあポチッ。うわー、痛そう。 okay, we have a、 あ、微弱な反応が見られた。おお、ちょっと反応してるんだ。さらに上げて大丈夫？知らないよ、何が起こっても知らないからね。青色のレーザーを当てましょう。次は青色は 455nm。 NM って何？455nm ね。 NM ナースミンチとか455ナースミンチだ。どうだ、くらえ。あ、うえ、心臓じゃん、もうこんなん。脈が戻ったようだ。心臓リズム安定、内部の活動は見られず、損傷している可能性が高い。ほう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 。うわー、次進もう。なんなのこれ、遺留物。何かの心臓ってこと？共振周波、対象の音響共振特性を調べる。アンプの原因を1にセットし、250Hz の制限波で始めること。ほうほう。原因を1にする。音響共鳴だから3番かな。カメラとモニターは、多分このままで OK で、信号発生器とアンプ、で、アンプは1でしょ？で、制限波にしなきゃいけないから、あ、なるほど。この波線にしてねってことね。オッケー。信号発生器は、あ、これか。これをつける。これを移動させたい。ここだよね。オッケー。で、あ、これは使わないからオフにしていい。オフにして。これが原因だよね。これはオンにし、オンはここ。にして、1、よし。これで、あれ来ない？これオンにしなきゃダメだった？はや？あ、そっか、ヘルツが、250Hz だっけ？ 250Hz、よ。200、お、よ。お、オッケー。あ、来た。これで、音を聞かせて振動がどう変わるかみたいなこと。ああ、あんまり反応なかったと。ほうほうほう。ちょっと私は詳しくないのでわからないですけど、共振を調べてたらしいですよ。周波数500の制限波でアンプの弦を5に上げる。結構上げるね。ほうほうほう。500で5ね。まずここを500に上げる。はい、500ってこれ2倍じゃん。そんな急に上げて大丈夫？心臓壊れたりしない？よ。はい。で、原因が 5？ よ、よいしょ。よ。
よ、オッケー。じゃああげましょう。わー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 、プルプルしてる、プルプルしてる。装置の増減と活動が見られる。おお、活動？お、もっと上げるか、耐えられそうか。それに志願者はどうなる？志願者って私のこと？エイション君のことでしょ？志願者って言ってたよね。ちょっと私の安全ちゃんと気をつけて。私の安全に気を配って。まだやんの？まだ続けるの？でも今んとこ全然怖くないっすね。さらに上げるのかな？あ、いや、周波数と原因は維持したまま単系波に切り替えよう。ほうほうほう。単系波は、これのことですね。単系波どっちだっけ？こっち？こっち？違う？こっち？こっちか。OKOKOK。じゃあ、はい。わっ！わわわわわ！震えてる！え、これやばくない？活発に動いてる。数値が上昇し、激しく脈打ってる。やめた方がいいよ。君もおそらく不安や危険を感じているだろうが、うん。え、こっからなんか出てくるのかな？我々を信じて続けてくれ。さっきのこしょこしょ話聞こえてんだよ、こっちによ。まだやんの？強度の刺激。原因ごと単系波を維持したまま、波形周波数を 1kHz に上げよう。1kHz だから、1000ってことかな。結構、うわー、音変わってるー。これ Now で上がってるの？もしかして。Now でどんどん上がってて。ねえ、やだ。本当に大丈夫？怖い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 。怖い。いけー。あ、ほら、言わんこっちゃない。ほら、電子レンジ失敗した時みたいになってる。完全に目覚めた。やったぞ。完全に目覚めた？なんか破裂してないだって。心臓。心臓破裂してるよね。目覚ましい成果だ。よく頑張った。ほんと？次の段階進むからどうか落ち着いてほしい。よかった。ボーナスちょうだい。君のその不快感を取り除いてあげよう。そうだね。だってなんか明らかに生きてそうなものちょっと潰しちゃったもんね。あんまいい気はしないよ。防護ケースは取り外した。ドリルで、学校。まあ、なんか穴開けろみたいなこと？はあ、防護ケースって何？さっきの、心臓みたいなやつが防護ケースってことですか？ドリルでって言ってたね。ドリルで穴を開けてねって使ってないの？この4番だけど、ボール版でいいの？あ、そうだよね、これだよね。ドリルは、こうなってて、カメラとモニターをこのまま、ドリルの電源を入れればいいのかな。で、他の機器は電源を切ると。他の機器だと多分、モニターとカメラ以外だから、これとこれは切ると。で、ドリルの電源を入れる。 OK。 おお、動き出した。穴開けて、壊れた。光ってる。気分はどうだ？最悪だよ。怖がらなくていい。すべて予定通りだ。本当に？少し休んだら続きを始めよう。なんか騙されてる気がする。エイジョー君、多分君騙されてるよ。うわ、対象と接触する。実験チャンバーを開放せよ。開けるか。これだよね、実験チャンバー。開ける。開けます。ん？何これ？あ、近づいてきた。いや、怖がらなくていいじゃない。怖い。何こいつ。こんなことをしてすまないが、確かめないといけなくてね。は？辛いのはわかるが、君ならきっとできる。何を？さあ、思い出そう。覗き込む。何よ、ねえ、本当にさ。何？ほら、血出てる。
怪我しました。相対したい。今の君は仲介役だ。物体のコアとつながっている。コア、いわば意識のブラックボックスで、君に記憶を見せてくれる。覗いてみるんだ。ん？ビジョンは君が理解できる形式に変換され、モニターに表示される。最後までやり抜く。あ、え、なんだ？この、こいつの、この目の中に入ってる、これのコア？これがコアでしょ？コアの中に入ってる記憶を、エイション君を通じて、見ることができるってこと？わわ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 、震えてる、ブルブルしてるの怖い、やめて。なになに、わぁ、なんかグロいもの見た気がするけど気のせいかな。なんだったんだ。このコアが経験してきたことを今見せてくれたってことだよね。素晴らしい。記憶を探っていこう。パソコンを使って進めてくれ。あ、うわぁ、これめっちゃ第一話のやつじゃん。記憶逆行モード。ほほ、あなたは冷凍睡眠ポットの中で目覚めた。重力に抗って体を起こす。惑星地表部に突っ込んだ衝撃で船体に穴が開いている。有毒な大気が船内に流れ込んでくる。このままでは危険だ。ここから逃げないと。ほほほ、この持ち主、このコアの持ち主は、え、なんだろうね、なんか船に乗ってたっぽい。結構未来感のある船に乗ってたっぽいね。じゃあちょっと周りを見ますか。船は大破し、そこら中に鉄くずが転がっている。エアロックは固く閉ざされ、隣ではパソコン端末がチカチカ光っている。あ、パソコン。ちょっとパソコン使えないかな。スクリーンを叩くと、エアロックが急に息を吹き返し、おぞましい音を立てながらゆっくり開いた。おう、エアロックが来ました。続いて、船内の動力が落ち、静かになった。最後の燃料を使い果たしたようだ。あ、じゃあもうこの船でできることはないのかな。ほうほう。じゃあエアロックに行きます。あ、合ってるっぽいね。この臓器は彼らのリーダーから回収した。この記憶はこれまでのものとまるで違う。より詳細で克明だ。覗いてくれ。他にも何かわかるかもしれない、うん、彼らのリーダーって、彼らって何？覗きます。これは船の中にいた何かが見てる映像ってことよね。お、なんか誰かいるよ。エアロックが、から、外に出たら誰かいたってこと？あなたは壊れた、はい。信じられん、すべて引き出せそうか？船を発見した時の状況がすべて残されている。エイション君、どうぞ続けてくれ。このアレクサンダー博士がこれ見つけてきたんだもんね。あなたは壊れたエアロックから身をよじって抜け出し、船の真横の地面に膝から落っこちた。息をするたび胸がズキンと痛む。あたりにはひしゃげた金属が散乱し、瓦礫の中のあらゆる隙間からまばゆい光が漏れている。周りを見ましょう。墜落現場だ。船体から煙が立ち上がり、外側のライトがチカチカしている。周りは瓦礫の山だ。空には見慣れない星座が浮かんでいる。見慣れない星座。ライト使えないか。瓦礫ちょっと見てみましょうか。ああ、瓦礫が散乱している。ここから抜け出すには鉄くずを動かす必要がありそうだ。ほうほうほう。鉄くず？瓦礫を使おうとかかしら。あ、はいはい。残った力を振り絞って瓦礫をどかし、隙間をそろそろとはって進んだ。周りのライトが目を痛めつけてくる。うんうんうん。ライト。ライトの方に行ってみる。違うね。ライトを使うとか。違うか。周りを見てみましょうか。人工的な光があなたを輪のように取り囲み、暗闇の中で墜落現場を照らし出している。向こうに人垣ができていて、みんなこっちを見ている。あー、あのさっき一瞬映ったあれが人影でしたね。
人影が一つ歩み出てあなたの方へ近づいてきた。ほう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 。じゃあ人影を見ましょうか。人影はかさばるが格好で二本足で立っている。あ、顔はマスクのようなもので覆われている。こっちへ来いと手招きしている。おう、行ってみる。あ、心拍数が上がっているが気前よくやっている。実際ここまで来れたものはほとんどいない。胸を張っていい。なんか騙されてないですか、アレクサンダー博士に。どうやら船体から這い出て、この多分アレクサンダー博士のことよね。アレクサンダー博士に会った記憶を今見てるのかな、エイション君を通じてっていう感じだけど。で次は、おお、アレクサンダー博士ね。え、何何だ。お、何何、なんか不穏ですね。心拍数とか、このさ、こんなにコントローラー振動したっけ。私なんか設定いじったかな、こんなに振動してたっけ。私たちは目覚めた。組織の、組織、装置のブーンというノイズや機械のピッピという音以外部屋は静まり返っている。この感触はあなたのものではない。私たちはみんな一つだ。一体となって行動する。ん、何のこっちゃ。周りを見てみよう、こういう時はとりあえず。私たちはドアが一つしかない人工的な光に照らされた小さな部屋でベッドに寝ている。どういうことだ、隔離室には入れてないはずだぞ。ここは墜落時に、こいつは墜落時に死んでいた。一体誰の記憶だ、いつ起きたことだ。あ、そっか、そうだよね、こいつのこのコアの記憶を探ってるはずで、もう死んで、墜落時、アレクサンダー博士が見つけた時はこいつはもう死んでたの。死んだなんかやつの体内からこれを取り出したんだよね。なのに死んだはずの後のことをこれが言ってるのはおかしいよってこと。はあ、ははあ、横にはディスプレイモニターがあり、部屋に渡されたケーブルが何本か胸のあたりまで伸びている。彼らは私たちを拷問していた。気な臭い言葉が出てきましたよ。ケーブル、ケーブル、うわ、何、何が起きた、何の警報だ、何の警報ですか。第15隔離室で接続異常が発生しました。どうなってるのか確かめろ。うわー、これあれじゃん、またまたそういうやつじゃん。1話と一緒だよね。愛情15隔離室、第15隔離室にこいつが、こいつの体がいるってことじゃないの。またあれだ、私が操作してここに来させるやつじゃん。やだよそんなの。しかもなんか絶対怖いやつじゃん、宇宙人みたいな感じじゃん。はあ。私たちは胸から突き出しているケーブルを引っ張った。激痛が走り、2人とも絶叫する。2人とも、2つ、体が2つになってる。一つの体に二つの意識みたいなことかな。ついで警報が鳴り、隣接する廊下に響き渡った。うわ、ドアがあるんだよね。ドアに行ってみようか。標本20号が第15係室を脱走した模様。なんということだ、あのビジョンは記憶じゃない、今起きてるんだ。エイジョー君、今すぐ作業中止したまえ、頼む。やっぱり、じゃあこの、こいつの持ち主は今、第20号って呼ばれてたよね。20号っていうやつだったんだ。でも、僕には止められないよー。うわー、いやー、あ、なに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 、チカチカ、ねえねえ、本当にもうやだ、やりたくないよ。人の顔、人の顔。ドアを抜けるとガランとした部屋に出た。テーブルに装置が載っている。見覚えがある。彼らは使い方を知らないが、このホストは知っている。
背後のドアが閉まり、鍵がガシャンと降りた。もはや私たちだけだ。二人は一緒だ。なんでしょう。このホスト。ホストって、あの、なんだろうね。ホームステイのホストみたいなことかな。宿主みたいなこと？やっぱそうだよ。だから一つの体に二人の人格が今宿ってるんじゃないの？で、片方はこの丸いやつの、こいつの主ね。こいつを持ってたやつ。で、だから第20号って呼ばれてるやつ。で、そのホストっていうのが、もう、いや、わかんない。テーブルに装置があるんだっけ？装置を使う？うわっ！これはなんだ、初めて見るぞ。奴は何をしている？墜落現場から回収した装置を使っているようです。我々のシステムに侵入し、ネットワーク上で何かを送っています。通信しています。エイション君、お願いだ。こんな目に遭わせて悪かった。深く反省している。だが分かってくれ、人類のためにやったことだ。情報が欲しかった。壊滅的な反乱になりかねん。君にもどういった長期的な影響が出るか。うわ、こう、なるほどね。アレクサンダー博士は研究のために墜落した船って言ってたから、仮にも宇宙船としましょうか。宇宙船の中から宇宙人を引っ張り出してきて拷問したと。拷問ってか、まあ、だから実験だよね。非人道的な実験をして宇宙人の怒りを買ったんでしょう。なるほど。あれだよ、あの、嫌な目に遭ってるのはあれだからね、あの、宇宙人だけじゃないから。私が操作してるエイション君にもこんな、なんか、うん、何これ、こんな、なんか、こんな怪しいやつとなんか意識を同調させるみたいなことさせられて。あー、なるほど。はい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 、なるほどね。これは多分解くんだけど、左側にある、なんだこれ、文字？記号？と、右側にあるのを、多分これじゃない？ここにこう出てるから、これと同期させればいいんじゃないかしら。いや、ちょっと一瞬すぎてわかんないな。最初、一番上のは、あ、一番上はこれでいいんだ。一番上はこれでいいな。で、次、二番目は？はい。ちょっと待って。わかんない。あ、オッケー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 。できたっぽい。何語だったんだろう。お、チャンバー。ん？何？何？スキャンしてる？全員逃げた。集まってる。終わりだ。あ、集まってきた！あ、めっちゃこっち見るやん。何？何？ごめん、悪かったって。悪かったって。覗き込む。あ、ああ、これまた、やだよ。顔は見せないで。エイション君、頼む、やめてくれ。彼らを傷つけたりはしない。やめないときっと後悔する。やめないときっと後悔する。なに？エイション君、何かしちゃった？いつか、きっと後悔するぞ。僕なんかしちゃいました？あ、終わった。終わりました。何だったんだ？あー、でもまあ、なんとなくストーリー的には途中で私が言ったようなことだったのかな。宇宙船で何かこうね、生命体的なものを見つけて、アレクサンダー博士がそれを回収して非人道的な実験をして、その宇宙人の怒りを買ったみたいなことかしら。いやー、なるほど。これは、でもなんか、微妙に繋がってるようで、多分繋がってなかったのかな。あんまりね、関係ない感じではありましたけど、まあ、システムとかはね、結構ね、第1話の
システムと同じようなものがあったりとか、新しいシステムがあったりとかで、これ次どうなっちゃうんでしょうか。というわけで第2話ある実験クリアいたしました。まあそんなね、あのビビるほどでもなかったかなという感じですかね。いやちょっと怖かったけど、うん、でもなんかホラー感はね1話の方が強かったから、2話はどっちかっていうとなんつうの SF ホラーというかね、気味の悪さ、宇宙人的な気味の悪さがありました。第3話どうなっちゃうんでしょうか。またねやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。バイナース。